圭さん、恵子さんたちは優雅なヨーロッパ調の格式のあるインテリアに目を見張る思いで、There's Miss Ria Takatsuki, our concierge. Ria studied as a concierge at the Savoy Hotel in London. あ、ちょっと失礼。じゃ、これお願いします。一平さん。リエさん。おお、懐かしいね。元気？元気。な、ここでコンシェルジュしてたの？そうなの。一平さんどうしたの？いや、俺は研修で来たんだけどさ。いや、ご無沙汰してます。ららら、懐かしいね。一平くん。何、あなたたち知り合いだったの？そうなんですよ。大学時代観光学科で一緒だったんです。じゃあまた後で。すいません。失礼いたします。姉さん、俺たちの憧れのマドンナだったリエさんにこんなところで再会できるなんて。先輩、どうぞ。もしかすると俺とリエさんは見えない糸で結ばれていたのかもしれず、リエさんとの再会を懐かしむ時間もなく、俺たちはコンシェルジュシステムの講習を受け、コンシェルジュ、正式な資格を持ったコンシェルジュは世界のおよそ30カ国のホテルに5000名以上いて、ル・クレドールという世界的なネットワークを作っています。ホテルはお客様一人一人のライフステージです。結婚式を挙げられる方、ビジネスでいらっしゃる方、それぞれ目的は違いますが、お客様一人一人の満足度をどれだけ高めてあげられるか、それがコンシェルジュの仕事です。でもコンシェルジュじゃなくてもホテルマンなら誰でもお客様の要望に応えたいと。そうね。でももしお客様から航空チケットを頼まれてその便が満席だった場合は？満席の場合はどうしようもないと思いますけど。ええ、お客様に事情をお話しして他の便にしていただく他は。No. A hotel's concierge must never say no to the guest's request or questions. コンシェルジュはお客様からの問い合わせやご要望に絶対ノーと言ってはいけない。それがロンドンサボイホテルのヘッドコンシェルジュ、クリスチャン・サスマン氏の言葉なの。じゃあどうすれば？そんな場合、サボイホテルのコンシェルジュはチケットのキャンセル待ちをしてお客様からのご要望にお答えしたわ。お客様のご要望に絶対ノーと言わない。そして翌日、これフロントでいいんですよね。俺は早速リエさんと机を並べて研修に入りました。そして恵子さんもフロントクラークの立場からコンシェルジュの仕事を勉強し、アキラとまどかちゃんも同じです。しかし俺たちはお客様のご要望に絶対ノーと言わない、その言葉の重みを身に染みて体験することになろうとは夢にも思わず。 Good morning, Lia. How are you? Hi, thank you. Are you off to work, sir? No, I'm on my own free time today. Do you know, 40 years ago, my grandfather lived hereHe was here on his trading business. And he stayed for 2 years. So I thought I'd like to follow in his footsteps, find out where he lived. Really? That sounds interesting. I hope you find some information. I hope to discover why my grandfather was so drawn to this town. Have a nice trip, sir. Thank you very much. See you later. ボタン見た。胸のエンブレムと同じ模様。おしゃれな方だね。コリンズ家の紋章のようよ。由緒あるお家柄みたい。あ、そう。ねえ、恵子さん、このボタンどこでも買えるボタンだよね。そうね。いらっしゃいませ。どうぞ。いらっしゃいませ。
川？稲垣。おい、懐かしいな。久しぶりだな。元気？うん、元気。あのね、大学時代同じ観光学科にいた親友で稲垣達也ってんだよ。まあ、そうでしたの。うん、あ、稲垣様、お待ちしておりました。こちらにご署名をお願いいたします。ねえ、稲垣、もしかして新婚さん？まあ、そういうことだ。妻の忍です。どうも、はじめまして、赤川一平と申します。ようこそいらっしゃいました。あ、もう一人ね、懐かしい人いるんだよ。リエさん。稲垣さん、Excuse me。こんなところで君たちに会えると思わなかったな。俺ね、研修できてんだけど、彼女ここでコンシェルジュやってんだよ。じゃあ理恵さんは夢を達成したんですね。それより稲垣さんはご新婚？しのぶ、悪いんだけど、お部屋別々にしてください。お客様ですが、あの、ここまで来て何言い出すんだよ。それにお客様、お部屋はスイート一部屋と承っております。とにかく部屋は別々にして。あの、差し出がましいかもしれませんが、ハネムーンの最初の日に別々のお部屋に泊まられるのはどうかと。そうだよ、それに皆さんにご迷惑かけるし。嫌なものは嫌だったらもういいわ、頼まない。待ってくれよ、しのぶさん。分かったから。すみません、もう一部屋なんとかお願いします。大丈夫、もう一部屋言っていいかな。はい、承知いたしました。さあ、じゃあいいわ。姉さん、7年ぶりに会った親友は新婚初夜を別々の部屋で過ごすことになり、俺は妙な胸騒ぎが。ホテルからのお祝いか。まあ食べてくれよ。せっかくのお祝いを台無しにしてしまってすまなかったな。そんなことないって。久しぶりに会ったというのにみっともないとこ見せちまって、なんと言ったらいいか。いや、まだ緊張してらっしゃるんだよ。そのうち気分もほぐれてくると思うし。俺たち見合い結婚なんだ。見合いか。姉さんも知ってる通り、俺たちは大学の観光学科で机を並べただけでなく、山岳部で同じ釜の飯を食った仲間で。夏山も今年で最後かな。ああ、来年の今頃は就職で企業回りか。赤川、お前就職はどうするんだ？俺はいずれ自分家の旅館継がなきゃなんないからさ。まあホテルでも受けてみようと思うけど、お前は？俺はホテル学校の教師になるつもりだよ。ホテル学校の教師？へえ、お前もともと学者肌だから向いてるかもしんないよ。リエさん、君は？私にも夢があるの。夢？俺たちはお互いにリエさんを射止めたいと思っていたわけで。ヨーロッパの一流ホテルに行ってコンシェルジュの勉強したいの。いつかチャンスを見つけてね。俺たち3人の仲間は文字通り一本のザイルで固く結ばれ。足掛けで。
丈夫だ。ありがとう。よかった。大丈夫だぞ。就職してからも俺たちは時間を見つけてはたびたび会って友情を確かめ合い。ずいぶん遅いな稲垣のやつ。何やってんだ。さっき乾杯しようか。乾杯。乾杯。しかしその晩稲垣はとうとう姿を見せず、そしてその日以来俺たちの前から忽然と姿を消してしまったわけで。中川、理恵さんとはどうやらうまくいってるみたいだな。彼女はあの岩場でお前が救った時、俺は完全にお前に負けたと思った。お前まさかそれで俺たちの前から。お前バカだな。じゃあお前たち。当たり前だろ、俺たちがお前の友情に甘えられると思ったのかよ。理恵さんとは今回俺もたまたま会っただけなんだよ。そうだったのか。そうだよ。お前まさかそのために今の人と結婚。何言ってるんだよ、昔のことは忘れたさ。でも嬉しかったよ、久しぶりに二人に会えて。で今お前何やってんだよ。横浜でホテル学校の先生をやってるよ。ホテル学校の先生。うん。じゃあお前も夢叶えたんじゃないかよ。じゃあどうだ、今夜奥さんも交えて同窓会。やっぱりまずいか、新婚しようじゃ。いや、その方があいつの気もほぐれるかもしれない。そうだろ。うん、よし分かった、じゃあ後で電話するから。じゃあな。分かった。じゃあ今夜同窓会やるんですね。本当は遠慮しとこうかと思ったんだけど、二人の間になんか溝があるみたいだし、その方が気分がほぐれんじゃないかと思って。リエさん今夜時間大丈夫？私は大丈夫。でも奥さん気を悪くしないかしら。でも俺びっくりしましたよ、あの奥様の態度には。部屋に案内した時も。お荷物とキーはこちらに置いておきます。あのお客様、何かございましたら。うっさいわね、早く出てって。失礼します。何かイライラしていらっしゃるようで。まあ先輩の前でこういうのはなんですけど、勝手な奥さんですよね。これだったら即離婚だな。おお、変なこと言うなよ。何か事情があるのかも。見ていてお気の毒だわ。なんだかかわいそうですよね。でもさ、嫌なら初めから。やめればいいって言いたいんでしょ。泉先生、ここ空いてる？どうぞ。でもね、そういうもんじゃないのよ、男と女って。でも本当に愛してらっしゃるならあんな風には。稲垣様もお気の毒ですよね。俺なら引っ叩いてても。やね、あきらくん。でもひどいですよね。まあ稲垣っていうのは昔から気持ちの優しい男だったからな。ね、理恵さん。最近多いのよ、あの手のハネムーン。お見合いして結婚式を挙げたものの、なんかそんな自分に納得がいかなくなっちゃうのって。ねえ、もしかしたらお客様他に好きな人もいるのかも。そうそう、よくあるじゃない。結婚はしたものの不倫してた会社の上司が忘れられなくて。前ね、週刊誌の読みすぎだよ。そうよ、変な想像するのよ。しなさい。しなさい。はい。俺はこの時まだアキラの予感がとんでもないトラブルの火種になるとは思いもよらず。いらっしゃいませ。
お荷物の方は？ない、これだけだ。いらっしゃいませ。桑沢だが、こちらにご署名をお願いいたします。以上俺に恥をかかせないでくれないか。俺たちは中身はどうあれ表面は夫婦なんだから。一体何が不満なんだよ。君の言うことは何でも聞いてあげてるじゃないか。何とか言ってくれなきゃ。ちょっとごめんなさい、お化粧直してくるわ。こんなところまで追ってこないでちょうだい。部屋は、部屋は何号室なんだ。お願いだからもう突き回さないで。え、あの新婚の奥さんが不倫？うん、間違いない。冗談でしょ。だって俺さ、今二人が人目を忍んで会ってる現場をこの目で見たんだよ。何かの間違いでしょう。それに覗き見なんてよくないわ。Sir, little boy's here. Ah, could you get this done for me? Yes, sir. I'd like to wear it tomorrow. How long will it take for the express service to do it? I could bring it to you by 7 this evening. Good. Then I'll leave it with you. Yes, sir. あ、そうだ。ポケットに貴重品を持った。ここは私の部屋よ。しのぶさん。夕食の時また迎えに来て。奥さんの部屋に男が？はい、不倫をバラすって譲られてるんじゃないでしょうか。トラブルが起きてからじゃ遅いですよ。早く手を打たないと。手を打つったってどうしろってんだよ。決まってるじゃないですか、部屋に入って男をつまみ出すんですよ。そんなことできるわけないだろ。お前何考えてんだよ。だけど先輩、アキラ君、もし本当に不倫だったらどうする気？大きな騒ぎになって、あのご夫婦の一生をめちゃくちゃにしてしまうかもしれないわ。そんな権利私たちにあるのかしら。でも。そうね、彼に知られないでそれで無事に収まるならそっとしといてあげた方が。それじゃあのご主人かわいそうじゃないですか。とにかくこのことは俺に任せておいてくれないかな。どうする気？ね、あいつが傷つくところをきっと見てらんないんだよ。だから奥さんに事情聞いてくる。一平さん、赤が忍さんに何か？いや、あのちょっと同窓会のことで話が。ああ、忍さん、僕だ。忍さん、事件です。こんなところで奥様の不倫の相手と鉢合わせしたら。しのぶさん、しのぶさん、ごめんなさい、休みたいの。しのぶさん、開けてくれないか。あ、な、稲垣、あのハネムーン時女性ってのはいろいろ心配が多いからさ、そっとしておいた方が。まあ
同窓会のことで話しますし、うん、ちょっと晩ハネムーンの奥様は一人でお部屋にこもったままで、そして俺たちはリエさん、稲垣連れてきたよ。もう仕事の方はいいんでしょ。うん、お店予約しといた。私今着替えてくる。あ、そう。じゃあ俺たちあの辺でうろうろしてるわ。うん、じゃあ行こう。うん。どうしたん？奥様は？あ、なんだか気が乗らないらしくて。気が乗らないの？行こう。先輩。あの、何かあったの？ミスターコリンズにクリーニングのブレザーをお届けしたんですが、そしたらボタンが。ボタン？ Look at those buttons. One of them's missing. Yes, sir. The laundry department reported to me that the button had been missing from the beginning. That cannot be.I'm sure it was on the jacket from the beginning. You lost it. That button is important. It's been in my family for many years. I cannot afford to lose it. お前、ブレザーをお預かりした時にボタンがついてるかどうか確かめなかったのか？はい。お客様からクリーニングをお預かりした時は、貴重品がポケットに入ってないか、ボタンがちゃんとついてるか確かめろっていつも言ってんだろう。なんでそう抜けてんだよ。すいません、ハネムーンのお客様のお部屋に例の男が入っていったので、つい気を取られて忘れました。お前ね、不倫だとかなんとか言ってるからこういうミスするんだぞ。私、ミスターコリンズに謝ってくる。じゃあ俺も一緒に行くわ。悪いなぎ、こういうことなんで今日ちょっと同窓会は。それどころじゃなさそうだな。申し訳ありません。本当だよお前、まったくもういつもじゃん。とにかく行こう。 I'm very sorry for what happened, sir.Would you mind checking your room, please? It might be there. What? Are you trying to shift the blame from your shoulders onto mine? No, sir. Not at all. We just want to make sure. You are the concierge, aren't you? Yes, sir. A good concierge should not say no to a guest's request. I want the button back on that blazer by tomorrow, understand? Yes, sir.リエさん、ケイコさん、もしアキラ君がボタンを落としたなら、お客様の部屋からランドリーまでのどこかに落ちてるはずよ。よく探せばきっと見つかる。俺たちも探そう。じゃあそっちよろしくさ。けど姉さん、ミスターコリンズのボタンは影も形も見えず。私、コンシェルジュ失格だわ。はい、東堂ですが、泉先生、ボタン？ええ、横浜に古くて珍しいボタンを揃えたボタン専門店があるって聞いたことがあるんですけど。ロンドンのメーカー、コリンズ家のボタン。はい。藁にもすがるつもりでお電話したんですが。
わかりました。調べてみます。よろしくお願いいたします。姉さん、俺は東堂マネージャーと泉先生の間でそんな話があったことなど何も知らず。おはよう。おはようございます。おはようございます。おはよう。リエさん、はい、これ何でしょう。中見て。先生、これどこに落ちてたんですか。Oh, I see the button had been dropped in the hotel after all. No, sir. Dr. Jimbo found it. Doctor?These also are for you. So many buttons! Mr. Collins, we found these at a small antique store. It appears that your grandfather left them there. My grandfather? Yes. During your grandfather's stay in Nagasaki, he was greatly interested in Japanese antiques. When he returned to London, he left his buttons at the antique store to be kept in memory of him.Is that right? Thank you very much, Doctor. What's wrong? Nothing. Here you are.It looks as if I was the one who lost the button, and you were trying to keep it a secret. I'm so sorry to have doubted you and the other hotel staff. They say that a good concierge will listen to any request of a hotel guest, and you most certainly are a top-class concierge. Thank you very much, sir.君とドクター泉がコンシェルジュのためにしてよかったそうだな。いえ、ただ横浜のボタン専門店から長崎に珍しい骨董石屋があるって聞いたもんですから。お客様にノーと言わないためには一緒になって考えてくれる仲間が必要だな。なお、井戸田君。そしてミスター・コリンズは Good morning, everybody. Good morning, sir. Good morning, sir.Are you going out to some? Yes, I am. I'm going to that antique store and find out about my grandfather. Bye. Have a nice trip. Take care of that button. Thanks. This really is a good hotel. And I think I'm getting to like Nagasaki and the world. Just as my grandfather did. しかしそんな時。何よ。俺だよ。いいかい、どんなことがあっても俺はお前に食らいついて離れないぞ。本当のことを聞くまではな。チェックアウトですか。早くしてよ。ですがお客様、ご主人様は。そんなことはあなたには関係ないでしょ。しかし、いいから早くしてよ。お客様、お帰りでございますか。もう彼とは一緒にいられないのよ。差し出がましいようですけど、ご縁があってせっかく一緒になられたんです。もう少し冷静になられた方が。大きなお世話よ。あの、稲木っていうのは本当にいいやつなんです。何か誤解してらっしゃると思うんですけども。誤解してるのはあなたたちよ。お勘定は彼からもらっておいて。いいわね。
お客様。稲垣さん、奥様が今出て行った。姉さん、とんでもないことになりました。稲垣の奥さんはそれきり帰ってお見えにならず。その晩、稲垣は打ちのめされたようにロビーに座ったきりで、我々は慰めようもなく、ただ見守っているだけで。そして恵子さんたちも同じ思いです。姉さん、ところがです、またまた例の桑沢が。これがとんでもない事件の幕開けだったとは。